はい YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。本日は毎月恒例の株式投資の損益報告を行いたいと思います。今回は先月12月の損益報告と2020年の年間の損益報告の2つをお送りしたいと思います。私こう見えて無職なんですけども、実は個人投資家でもあります。夢は株式投資だけで生活することです。それでは先月12月の損益報告です。勝率は 7勝5敗の5割8分3輪でした。そして具体的に儲けた金額は79,357円です。損した金額は44,282円です。その結果として12月の損益金額は3万5,000飛んで57円のプラスでした。イエーイその結果として11月末の残高が41万5,000飛んで67円に 今回のプラス3万5,000飛んで57円を合わせまして12月末での私の株式投資の資金は45万1242円になります今回は月利に換算したら、まあ、たった8.5%でした。 先月の11%から比べたらかなり落ち込みました。ただですね。ただ、前回の動画でも申し上げましたように、現在の銀行の金利っていうのは年利で0.001%なんですよ。それを私は先月月利8.5%出したんですよ。だから私が何が言いたいかというと、あなたの大事な資産を私に託してみませんかということなんですよ。 はい、続きまして2020年度の年間の損益報告を行いたいと思います昨年2020年の勝率を申し上げますと88勝99敗4割7分1輪でしたで昨年の儲けた金額はと申し上げますと100トンで8万8940円ですで損した金額は117万トンで354円ですその結果として 2020年度の損益金額はと申し上げますと、8万飛んで409円のマイナスでした。で、やっぱりですね、去年は紙木に負けが先行してしまったというのが大きな要因ですね。で、去年の4月に一応このチャンネルは作ったんですけども、紙木はほぼほぼ休止状態でした。なので、裏では株式投資はやってたんですけども、株式報告は全然してませんでした。 それでもなんとか、10月、11月、12月と取り返すことができたのは大きかったと思います。あとはですね、こんな空の出た、金毛の出た、そして無職の個人投資家であっても、年間で一応去年100万円株で儲けることができたんですよ。あとは、この負けをいかに少なく小さくするかだと思うんですよ。よ<し>と 言いつつ、1月の今現在、数枚の含み損を抱えております。ということで、引き続き頑張っていきたいと思います。もし、私の株式投資に興味をお持ちの方は、ぜひ、チャンネルの登録と、グッズの評価をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。そうそう、もう一つお伝えしたいことがありました。それは、先日の転写日に買った、こちらの、ロトシックス。私まだ番号確認してないんですよ。 なので、この瞬間、確認したいと思います。もしかしたら、皆さんは、2億円が当たる瞬間、当たった男の表情を見ることができるかもしれません。それを早速、確認したいと思います。当たんねっかなぁ。当たんねっかなぁ。1億円でもいいなぁ。まあ、この際、この際1億円でもいいわ。もう無理は言いません。よろしくお願いします。 確認が終わりましたそれでは結果を発表したいと思います